小樽市役所の階段の上に設置された等身大パネル。凛々しい表情で佇むこの人は、嬉しい気持ちとともに入り、まあ、これまで以上にその将棋の内容であったり、そうですね、まあ、そういったところでも高いレベルのものが要求されるとのかなというふうには思って、はい、います。藤井聡太八冠です。藤井八冠は8つある将棋のタイトルのうち史上最年少の17歳11ヶ月で棋聖を獲得すると、その後も次々と勝利を重ね、ついに昨日史上初めて8大タイトル独占を達成しました。その藤井八冠ですが、実は来月小樽市内の銀鱗荘で竜王戦第4局が予定されています。そのため小樽の町では藤井八冠と対局する伊藤匠七段の等身大パネルが設置されるなど大いに盛り上がっています。すごいなと思ってテレビ見てました。いや、見に行きたいです。はい、応援してます。そして盛り上がりはこんなところでも。香ばしい香りが漂っております。ありました、こちらずらっと並んでいる小樽名物のパンジュー、こちらも今回おやつコンテストにエントリーしています。今年で創業23年、パンジューを販売する桑田屋です。藤井八冠の対局では合間に食べるおやつも話題となります。熱戦の合間に2人に食べてほしいおやつを決める小樽スイーツ竜王戦おやつコンテストが実施されていて、桑田屋では名物パンジューをコンテストに出品したんです。広くいろんな方に知っていただけるかと思いましてエントリーしました。パンジューは一口サイズで食べやすいので藤井さんのファンになれればと思っております。頑張ってください。竜王戦を前に盛り上がりを見せる小樽、これを機に街全体が活気づくことが期待されています。